クランの冒険を倒す少年時代の空風林1904年がバイナモイネンの遊び半身は神と人との間に生まれた存在である。半身半人。ただし神には至らない、下級神を意味することもある。半身は不死の神と異なり寿命を持ち人と同じように殺される存在であるが非常に長明で若い姿のまま同年代の人間が年老いて死んでも 生き続け、能力は、常人のそれを超えていることが多く神のように特殊な力を持つこともある。ギリシア神話に登場する英雄の多くは半身である。その中でも、数多くの女性を愛したゼウスの子供が最も多く、逆に女性の神との間から生まれた半身は、アイネーアースやアキレウスなど存在はしているものの、少数である。神と人とが婚姻を行い、 そして通常はこう設ける神話類型を新婚説話と呼ぶ。婚姻でない貫通や合姦の関係もあるが、これらも新婚説話に含めることもある。こうして生まれた半身が一族の祖であるとする神話も多い。例えば、山崎彦と豊玉姫の間に生まれたうがや吹き不合命は皇室の祖先であるとされる。神は人間型とは限らず、また、 元は人間型であっても動物に姿を変えていることもある。ギリシア神話でゼウスが様々な動物に変身して女性と交わる話が有名。その他、竜や蛇に変じる神話も多い。親について諸説ある場合は代表的な一説のみ挙げる。英語のデミゴッドは幾ばくかの神聖を持つが神には至らない存在を意味することもある。インド神話では 以下のような種族が半身とされることがある。これらの半身に対する真の神はデーバである。ありがとうございます。